どうも、適当なトヨちゃんガレージです。今日はですね、作業場にベンツを入れました。今日何をやるかというと、以前フロント足回りのリフレッシュ作業をやってきたんですけども、今回は、駆動系プロペラシャフト周りの、リフレッシュを、プチレストはリフレッシュどっちかわかんないけど、まあ、それをやっていこうと思います。ちょっとその前にこちらの映像をご覧ください。今そのプロペラシャフトの不具合のために動画を回してるんですけど、動画を回すとあまりその症状が出ない。ちょっとじゃあ今ローから発進します。この前後の揺れ、ちょっと今ならないな。動画回すとその症状が出ないっていうね。2速に入れます。あー、まあまあこんな感じ、こんな感じ、このガコンガコンガコンって前に行く感じ、すごい不快な、前上下の振動です。普段普通にこうやってもう走ってしまうとそんなに、違和感はないんですけど、でもやっぱりギアをチェンジした時にその症状はやっぱり出てきますね。こう低速になった時にその症状は如実に現れます。こう低速になった時にね、前後にワン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 ってなんか変なすごい不快なショックが伝わってきます。でギア変速した時もなります。はい、そんな感じです。はい、って感じで、まあちょっとお粗末な動画なんですけども、運転しながらね、助手席にカメラなんか適当に置いて撮影したんで、画角がいまいちだったんで伝わりにくかったと思うんですけども、この車低速でローとセカンドで、走行するとトロトロと徐行で走るとなんかね、以前動画で見せたと思うんですけども、コンパニオンプレートみたいなやつがねもうダメになってるんで、前後方向の縦揺れっていうのかな、あの要するに車は前進しようとしてるけど、プロペラシャフトのところについているコンパニオンプレートのブッシュが切れてるんで、もう横回転が正常に伝わらなくて、進みたいんだけど横方向の、振動と前の振動みたいな感じで、ドゥン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 って走っていくんですよね。めちゃくちゃ不快なんで、それを今回は、直していこうと思います。まだ全然部品は買っていません。なので今回は、まあ、取り外すところまでできたらいいと思うんですけども、そんな感じで一生懸命やっていきたいと思います。じゃあまずはこの車4輪ジャッキアップします。馬掛けしました。うわ、馬を一番、高くして馬掛けしました。でその問題の箇所っていうのがどこかというと、これ、あー、ちょっと見えない、これですね、こいつこいつ、これがもうこんな状態です。でこのプロペラシャフトなんですけど、プロペラシャフトが回転するとこれがこうやって動いちゃうんですね。なので、前後の揺れが発生するという感じになってます。でこの奥に、これがねバイブレーションダンパーっていう名前で、その奥にコンパニオンプレートっていうやつがついてると思います。多分見えないけど多分ついてるよね。うん、多分そうですね。で、リア側行くと、もう一個、これもう一個ついてます。これも多分、コンパニオンプレートだと思うんだけど、違うかな、これ、あ、これは違うのかな、分からん、それがコンパニオン、これでもゴムじゃないよ、あれ硬いんやろ、なんか鉄っぽい、これ違うのかな、これなんかただの金属っぽい、 あでも一応ブッシュついとんのかな、触ってみてもさ、ゴムっぽくないんだよね、金属みたいな、でもそんなわけないよな、これも多分ゴムだと思うんだけど、わかんねえ。で、それはいいとして、プロペラシャフトを要するに外したいんですけど、それ外すためにマフラーが邪魔になってくるんで、まず最初にマフラーを外します。でマフラーを外すのに、ボルトを見たらボルトがすげえ錆びてたんで、今ラスペネを吹いておきました、全体的に。なんでそれがちょっと浸透するまで待ってから、まあ、緩めてみたいと思います。緩まなかったら折れるか舐めるか、それがちょっとね大変、もし素直に取れてくれなかったらね。はい、でこれが触媒のセンサーで、ここにカプラーがついてるんで、ここから外せばこの触媒側のこいつを外さなくていいんで、
こっちをカプラを外します。じゃあちょっと今からマフラー外します。あとここの中間部分にプロペラシャフトの、ベアリング、センターベアリングがあるんで、これも交換したいですね。下側にもう変身しちゃってるんで、はい、ちょっとマフラー外してみます。よいしょ、13ミリかな。あ、違うな、メガネレンチ。あ、ラスペネ効果で緩むぞ。すげえ、めっちゃ錆び取ったのに緩むわ。よかった。見た目めっちゃ錆び取んのに緩んだ。お、緩んだ。すげえわ、ラスペネ。おお、やべ、取れた。ちょっと待った、そっちブッシュ外してほしいんだけど、もうこれ取れるわ。ちょっと待ってね、このブッシュ外せばもう取れる、このマフラー。あ、ちょっと待って、マフラー、あ、持ってそれ。あ、ま、リア側がまだついてるわ。リア側ちょっと外してほしいんやけど、それかこっち持っとってほしい。このマフラー持っとってくれたら。あ、でもいい、いいか。とりあえず置くわ、これ下に。よいしょ。あとリア側外せば。リアマフラーピースが外れました。あとこのこっち後ろ側外すだけ。クリップ、あの、まあ、ゴムをね。ちょ、あの向こう持ち上げてほしいんだけど。水平にして、できるだけ。何を思いのこれ。あ、来たかも。あ、取れた。あ、違った。あとちょっと。あ、取れた。オッケー、オッケー、引っ張り出す。太鼓が、ちょ持って、え、めっちゃ重いやんこれ。やば、はい、まずは第一段階、マフラー外れました。めちゃ簡単だった。釣りゴムがこことここの3箇所止まってるだけでした。で、ここの2本のボルト外せばもう取れたんで、めちゃ簡単でした。次は触媒を外します。触媒外す前に、あ、ちょっとニッパー取って、ニッパー。これ触媒外さんとね、取れへん。触媒の奥にあるからさ。触媒のとこについてるセンサーって何やったっけ。 O2 センサーやったっけ。違う、何やったっけな。熱いやつやね。熱い、あの、熱い、熱くなったら電気つくやつ。過剰に、あ、緩んだ。待って、普通に緩んだわ。めっちゃ錆び取るように思えたけど、普通に緩んだ。あ、よかった。いや、マフラーのボルトはね、錆び取るやんって。結構よかった。シャー取れた。うい、ようやくマフラーが外れました。で、この遮熱カバーも外します。やっぱこうやってホルダー外せるのは便利やろ。このさ、遮熱カバー外すからさ、取れました。うん、よし、取れた。シャー、全貌が明らかになったぜ。これでようやく邪魔なマフラーが外れたんで、プロペラシャフトが、全貌が明らかになりました。うっ、ここにあるのが、プロペラシャフトセンターベアリングで、この大きいナット、これを、パイプレンチで掴みながら回して、プロペラシャフトを縮めていって外すっていう、ことを、整備士さんに教えていただきました。で、こっちに、これがね、あると。あ、これ多分1回外されてますね。ここにアイマークがあるんで、マジックつけられてますね。ほら、これ目印がつけられてるんで一回外されてるね、これ。よいしょ、はい、こんな感じで、あとはもう、ペラシャ外すだけとなりました。はい、ここアイマーク打たれてるんで、もう、アイマーク新たに打つ必要ないね。よし、じゃあ次のステップです。まずはマフラー外すことができました。ではプロペラシャフトを緩めていきます。これ何ミリかというと15ミリなんだよね。15ミリなんか
ソケット持ってないわ。ちょっとじゃあメガネレンチでやるわ。15mm。あ、緩む。回るな、これ。回っちまうな。あ、これナットになったのか。あ、ナットだわ。こっち側が17か。せーの。あ、緩んだ。あ、じゃあギアをさ、外してくれん？回したいから。ニュートラルにして。あ、なんか回らんよ。あ、いるんだ。あ、オッケー。サイドブレーキは？あ、あるの？うん。あ、オッケー、回った回った。よし、オッケー。あ、いるんだいるんだ。もう全部いるんだ。まずは、デフ側のボルト123456本外せました、次このセンターベアリングのところの、このナット、クソデカナット、これをパイプ、嘘、外人来た、マジ、え、マジ、パイプレンチでちょっと回します。なんか外人が来たらしい。やばいな、片手じゃできんので、置いてます、置いてやります。いるんだ。お、取れた取れた。お、取れた取れた。プロペラシャフトリア側が抜けた。取れました。プロペラシャフトリア側が外れました。そしてあとこの真ん中から今度前ね、フロント側を外すだけです。最後フロント側ここ外します。15mm。 あ、ちょっと待って、あ、こっち側、ボルトナットで止められてて、反対側のミッション側がね、ナットがどうしても工具でアクセスできない。どの工具を使おうかな。何ミリやろこれ。消す。あ、抜けた抜けた抜けた、よかった。え、ちょっと待って、え、どうやって外すのこれ。取れんくねこれは。いや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 、取れ、通らへんやんこれ、無理やん。どういうことやねんこれは。あ、取れた取れた取れた。あ、よかった、知恵の輪みたいな。まあ多少強引やったけど、まあ外れた外れた、よかった。あ、これでプロペラシャフト外れた。あとここにコンパニオンプレートがついてるだけです。これがね、あとはもうちょっとで
あともう気合で外すしかねえなこれ。はい、あと1本です。コンパニオンプレートあと1本で外れます。ミッションブラケット外しました。おっしゃー来たー。言うんだ、正しくアクセスできなかったんで反対側のナットにね。なんでここは外しました。あ、取れた。お、取れた。あと最後これね、こっち側をリア側のコンパニオンプレート外します。お、取れた取れた、取れました。はい、あ、これで完了や。はい、終わりました。こんな感じでプロペラシャフト、取り外すところまでできました。今日は一旦動画ここで終わります。また新たに部品注文して、組み立てって感じでやっていきます。交換するのは全部で、フロントのコンパニオンプレートとリアのコンパニオンプレートで、そしてフロント側についているこの三角のおにぎり状のこれバイブレーションダンパーって言うんですけども、こうやって見てみると完全にもう完全にちぎれてて、こんなね、こんなことになってるんで、もうこれは全く機能してません。これ多分もう取れると思う、これギュッてやれば。ほらもうこんなダメな状態です。はい、すごい重い金属のプレートの中に、ゴムが接着されている感じです。プロペラシャフトもこんな感じに2分割できるっていうことですね。ここにナットがついてて、そのナットで、まあ、締め付けるっていう感じでした。このナットは34ミリぐらいの大きいナットなんですけど、パイプレンチで緩めました。いつもお世話になっている整備士さんのアドバイスでそういう風にやりました。まあ、今回買える部品は前後コンパニオンプレートとバイブレーションダンパーと、あとプロペラシャフトセンターベアリング、この4点を、まあ、この駆動系に関しては交換する予定です。とりあえず無事に外せてよかったです。どこも壊さずに、マフラーとマフラー外して、遮熱カバー外してプロペラシャフトを外すっていう、順番通りで外しました。まあ、部品注文してまた届いてからね、後半は進めていこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。